皆さんこんにちは、はるにゃんです。今日のメイクは私も大好きな、甲田久美ちゃんの、黒を主にした、ダーク系の、アイメイクをしていきたいと思います。それでは頑張っていってみましょう。レッツラゴー。まず、アイホール全体にこちらの、黒でちょっとラメがかかったような、黒系のシャドウをアイホール全体に塗っていきます。そのままだとちょっと濃いのでよくブラシでぼかします。したら、ちょっと随分使い込んでるんですけれども、こちらこんな感じの白いシャドウを、眉のここの部分に塗っていきます。ぼかしたら、次はクリーミーアイライナーを使って、こちらのアイラインを描いていきます。次に綿棒を使って、ラインをぼかしていきます。そしてさらにアイラインの上から、黒いシャドウを、こちら私が使ってるのはケイトのシャドウなんですけど、この黒を使ってさらにアイラインの上から黒のアイシャドウを塗っていきます。次に、さっきの眉下に塗ったこの白いラメのパウダーを、こちらですね、こちらのパウダーをここの目頭から3分の2ぐらい軽くのせていきます。次に、マスカラなんですけれども、多分甲田久美ちゃんは多分つけまつげを結構バリバリにつけて、その上からマスカラ塗ってすごく迫力のあるまつげをしてると思うんですけれども、あえて私は今日は、つけまつげを使わないで、自まつげで頑張っちゃおうかなと思って、で、つい最近あげた前田敦子ちゃんの時のメイクの、この繊維入りのこの、マスカラを使って、まつげのボリュームとロングを出していきたいと思います。
次にこちらのホットビューラーを使って、上のまつげを上向きにしていきます。こちらのいつもの使っているケイトのデザイニングアイブロウのアイブロウとノーズシャドウのやつでこちらノーズシャドウ入れていきます。ハイライト入れていきます。で輪郭のシェービングいたします。次に、薄めのチークをほんの少しだけ入れていきます。リップ下地でリップクリーム塗っていきます。次にリップは肌色に本当にもう近いヌードカラーのものを塗っていきます。グロスです。